スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はエスタディオメトロポリターノです。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。お送りするのはチャンピオンズリーグのグループステージ、アトレティコマドリードがリバプールを相手にします。この初戦からチャンピオンズリーググループステージの長い戦いが始まります。ホーム戦は必ず勝ち、アウェー戦は引き分けに持ち込む、そう心がけていれば次のラウンドへの道も自然と開けるでしょう。今シーズンもチャンピオンズリーグのグループステージが始まります。福西さん、リバプールにはやはり優勝を期待してしまいますね。はい、この大会では何度も劇的な勝利を収めてきたクラブですから期待しないはずがありません。少なくともグループステージでつまずくことはないでしょう。こちらがアトレティコマドリードの先発メンバーです。ゴールキーパーはオブラク、サビッチとホセマリア・ヒメネスがセンターバックに、前線にはグリーズマン、そしてスアレスです。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ミルナーとケイタが中盤の真ん中、前にフォワードを1人置いて攻撃を組み立てるようです。チャンピオンズリーグのグループステージでは32のクラブが8つのグループに分かれてホームアンダーウェイ方式の総当たり戦も行います。各グループの上位2クラブが勝ち抜けとなり、全16のクラブによるノックアウトラウンドを経て優勝クラブが決定されます。決勝戦以外は1試合で勝敗が決まらないので、各クラブの底力が順位に反映されやすいシステムですよね。国内リーグと並行して戦うので選手層の厚さも求められます。ビッグチャンスです。ボレーシュートが決まった。素晴らしいフィニッシュです。いやー、豪快なボレーですね。タイミングも完璧です。文句のつけようがないスーパーゴールですね。リバプールのリードで試合が再開されます。このままリバプール勝利といきますでしょうか。ウェファーチャンピオンズリーググループステージがこうして開幕しましたが、福西さん、このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。あっと、今のでイエロー警告です。このゴールは認められません。オフサイドの判定です。明らかに最終ラインを飛び出していましたね。エクトル・エレーラ、グリーズマン、スアレス、入れば同点となります。止めた、アリソン・ベッカーのスーパーセーブ。さあカウンターで一気に行きたい。
カウンターアタックを狙いましたがボールを奪われました。しっかり見えています。さあ裏に抜けた。同点です。アトレティコマドリードが追いつきました。リプレイが出ます。息の合ったワンツーですね。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。監督も厳しい表情です。リードを守りきりたかったんでしょう。ジェームズ・ミルナー素晴らしいセンス。飛び上がって避けました。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。リバプールパスをつなげない。ボールを運んでいます。フィニッシュまでは持ち込めず、ボールは相手チームへ渡りました。マルコス・ジョレンテ、ファーサイドの選手に渡ります。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ヘクトル・エレーラよく見ていました。アリソンのセーブ。まだインプレーです。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。さあここで一気に仕掛けられるか。中にいいクロスが入ります。あと一歩攻め手をかきました。ボールの激しい奪い合いです。やりました。クリアすべきでしょう。ここはキーパーが積極的に出ました。タッチを割ります。アトレチコマドリーのスローインです。戻します。ファーサイドを狙ったクロスです。力強いタックル。グリーズマン、これは危険な場所です。フリーキックですが壁を越えて直接ゴールを狙えます。壁の選手が体を張ってボールを跳ね返す。アトレティコマドリードのコーナーです。ここでこのヘディングはクロスバーの上。惜しかったですね。もう少し落としておけばというヘディングでした。ここを起点にできるか。コケカットしました。ここはどうするでしょうか。ベグホルスト、決まれば1点リード。クロスボールはオブラクがパンチで弾き出します。アトレティコマドリードパスをつなげない。これはナイスカット。チームを救いました。ここから狙うのか。体をうまく使ってボールを守っています。リバプールがボールを失いました。ドリブルでボールを前へ。味方の位置を確認する。マルコス・ジョレンテ、キーパー止めました。ここで決められたら苦手意識がついてしまうかもしれませんでしたからね。止めた。アリソンが目の前からのシュートに超反応を見せました。ようやくチャンスが巡ってきましたね。キーパーがセーブします。このヘディングシュートは決まりません。ディオゴ・ジョッタ。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。マークをかわしました。グリーズマン、グリーズマンが決めた。
プレーを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。がこれを処理します。スコアは2対1。ここで UEFA チャンピオンズリーググループステージ第1節後半戦のスタートです。スアレスのところに行きました。おっとこれはいいぞ。強烈なシュートでしたね。もう少し内側なら入っていたでしょう。取り返しました。カラスコ、このシュートはブロックされました。相手陣内でインターセプトです。いいパスが出ました。このスライディングはどうか。冷静にプレーしたいですね。福西さん、移籍に関するさまざまな噂がありましたが、ついに契約しましたね。年が年だけにおそらく最後の移籍になるでしょうね。プレーだけでなくまとめ役としての統率力も期待されているんじゃないでしょうか。ボールがこぼれました。さあチャンスだ。しのぎきれるのか。いい位置でインターセプト。チャンスになるか。今のようなゴールチャンスは滅多にありません。ああ来ましたね。ゴール。ボレーシュートを沈めてきました。プレーが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。そしてボレーシュートを豪快に突き刺しました。これは何度も見たくなるシーンです。厳しい顔をしていますね。同点ゴールの後何か作戦を変えるのでしょうか。ついに追いつきました。もはやこのイケイケどんどんサッカーは止められないのでしょうか。抜いてきたぞ。守備への切り替えが早い。ここで止めます。プレスがかかりました。アドバンテージがアトレティコ・デ・マドリードに取られています。カウンターを仕掛けるチャンスです。OK! カウンターが決まりました。見事なゴールです。ちょっと警戒が薄かったですね。うまく狙いにはめられてしまいました。すぐに点を取り返しましたね。失点直後でしたがうまく気持ちを切り替えて攻めました。監督の表情も険しいですね。このゴールでリードされました。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。リバプールには圧倒的な攻撃力があります。まだまだ分かりません。止めました。流す様子を見せましたがレフリーが試合を止めました。これはオフサイド。
ックス。受け手がオンサイド側に戻りきれていませんでしたね。パスを出すのが早すぎです。両チームの選手がピッチの脇で準備をしています。コケ、アトレティコマドリードのうまいパス回し、チャンスを伺います。アドバンテージを取りかけてここで止めます。ボールはボックス内へ。あっと、これは危ない、クリアミスです。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。リバプールの次の試合ですがいかがでしょうか。次はクリスタルパレスです。プレミアリーグでの対戦ですね。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。このヘディングは枠に行きません。ここでボールを取り返しました。見事なタックルです。ボールを運んでいます。同点です。リバプールが追いつきました。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。フィニッシュはニアサイドを狙ったシュートでした。キーパーをよく見ていたんでしょうね。なんと同点。これは逆転も十分に考えられるでしょう。時間が少なくなっています。サポーターの声援も背にホームチームが勝ち越せるでしょうか。同点では満足できないでしょうね。おっと、裏に抜けそうです。この時間で見事にリードしました。これは大きなゴールですね。この後の戦術に注目です。自陣のゴールに近い位置ですからボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。ここはゴールなりません。同点のチャンスを無駄にしました。焦ったかもしれません。残り時間を考えるとここはドリブルに入ります。アリソンが防いだもののプレーは続いています。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。さあここで一気に仕掛けられるか。カウンターから仕留められるか。とどめの一撃か。止めた。ゴール。こぼれたボールを押し込みました。キーパーのミスを見逃しません。この失点シーンはキーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。むしろ相手にチャンスを与えたような形になってしまいました。監督も怒っていると思いますよ。さらに点差を広げられました。監督も心中穏やかではいられないでしょう。アトレティコマドリード、パスをつなげない。ジョッタ、ここでサラー。
マイナスのボールが出ました。南野拓実止めた。オブラクが目の前からのシュートに超反応を見せました。コーナーから中へ、ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。パスをカットします。ボールを前に運びます。まずは1点返したい。ゴール、これで1点差です。残り時間はわずかですが、果たして同点に追いつけるか。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。試合終了です。チャンピオンズリーググループステージ第1節、アトレティコマドリードは黒星スタートとなりました。厳しい結果になってしまいましたね。グループステージはまだ続いていくので、今日の反省点を次のゲームにつなげることが大切です。ここは次節に期待しましょう。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。